ホットケーキ完成。ジョンソンビルソーセージと一緒にいただきます。あったかくなってきたら定番の納豆メカブうどん、冷凍うどんを電子レンジでチンしたところに納豆とメカブをかける、ただそれだけのメニュー。でも簡単なんだけどすごい美味しくて好物です。簡単なのに体に良さそうなところが気に入っています。一応ゆで卵も食べようかなと思います。キャベツと玉ねぎと人参と、ここへさらにまだきのこ、舞茸を入れようとしてますが、で、サバ味噌の缶詰と混ぜて、簡単にたくさん野菜食べれるといいなと思って夜ご飯を作ってます。肩からグリップ効かして、あの塩、あれあれあれするやつやらんでセクシー塩振り、やりません。ちなみに炒めるのは俺にさせろって言ったけど、切ったのは私です。野菜切ったのは私です。危険な、あの手の方にフォーカスがあってしまうな。下手くそな。鍋を注目させたい。キノコ、絶対多いよな。朝食べればいい。そうね。ここで。サバ味噌、具が多い。美味しさがちょっと伝わらん色味だな。美味しさってまだ食べてないけど、美味しそうさが伝わらん色味だね。ほい、美味しそうに出来上がりました。サバ味噌と野菜を炒めたやつとご飯と味噌汁です。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。自宅にいる時間が長い時ほどできることということで、ずっとその固定費を節約するための方法というのをここまでお伝えしてきました。で、今日からはですね、ちょっと固定費ではないんですけれども、やっぱり初期のリサーチをかけて以降自動的に家計を良くするためにできることっていうことで、お話をしていこうかなというふうに思っています。で、今日の、FP 小話として取り上げるのはカードの選び方ですね。キャッシュレス決済というか、でもカードですね、カードをどういうふうに選ぶかということについてお伝えしようと思います。これそんなに新しい話ではないんですけれども、クレジットカードをどう選ぶかっていうことなんですね。で、一般的によくあるクレジットカードというのは、特定の店舗で使った時には 5% とか 10% とか還元があるけれども、他のところで使った時には 0.5% の還元になるというのが、至ってよくあるカードなんですね。で、私はその王道カードってというものをこうちょっと定義していて、王道カードというのは年会費がかからずにどこで使っても還元率が 1% 以上のものを王道カードというふうに呼んでるんですけれども、具体的なもので挙げてみると、楽天カードとかヤフージャパンカードとかリクルートカードとか
そうですね、そういったものが挙げられます。であと P1 カードっていうあのカードもありますね。 P1 カードスタンダードというものがあって、100円買うと99円しかそもそも請求が来ないというようなカードがあります。でこういったあの王道と呼ばれるカードを中心にして、まあ、もうそれだけで支払いをしていくっていうのが一つおすすめの方法なんですね。でただクレジットカード、後払いになるクレジットカードだと予算の管理がしにくいとおっしゃる方も多いんですね。なので例えば固定費についてはクレジットカード、この王道と呼ばれるカードで支払って、で普段の変動費については最近はあのビザや JCB やマスターカードといった国際ブランド付きのデビットカードとかプリペイドカード結構増えてきてますので、こういったものを使っていくっていうのいいんじゃないかなっていうふうに思っています。私自身はあのメインで使ってるのは LINEPay が出してる JCB のプリペイドカードで LINEPay カードというものを使ってますけれども、 LINEPay カードは一月に10万円以上使った場合には還元率が 2% になるというカードですね。でその他にも楽天銀行のデビットカードの場合はデビットカードですけれども還元率 1%、一般的にあのデビットとかプリペイドカードってクレジットカードに比べて還元率が低い傾向にあるんですけれども、ちょっとこう還元率比較的高いものとかあの面白いものをご紹介しようと思うんですが、楽天銀行の場合はデビットカードですが還元率が 1% あるというものがありますね。であとはですね、まあ、ちょっとその D カードっていうとクレジットカードのイメージありますけれども、あ、そうか、さっき D カードを王道カードで出すの忘れましたね。 D カードもあのクレジットカードの D カードっていうのは王道カードに入れられる、還元率 1% 以上で、年会費無料なんですけれども、 D カードって実はプリペイドカードもマスターカードのプリペイドカードも出していて、で還元率は高くないんです。確か 0.5 とかなんですけれども、ローソンでの買い物で 3% オフになるっていうのはあのクレジットカードの D カードと同じ機能を持っているので、ローソンにめちゃくちゃ行く人っていうのはあのプリペイドの D カードプリペイドっていうものを使うっていうのも、まあ、面白いかもしれません。というわけで固定費は王道のクレジットカードを使う、で変動費はデビットカードやプリペイドカードを使ってみるっていうのはいいのかなっていうふうに思います。まあ、ちなみに LINE が4月の下旬ぐらいですかね、初年度においては還元率 3% の、LINEPay のビザのクレジットカード、これはプリペイドではなくてクレジットカードを出すと発表しているので、まあ、ちょっともしかしたら私の中でのメインのクレジットカードはそちらにシフトするかもしれないなっていうふうに今からちょっと情報を集めているところです。というわけで、時間があるときにカード類を整理して、例えばまあ複数ある方であれば、1枚のカードに集約できないかみたいな整理をぜひ試してみるというのがおすすめです。